ゆらりです。アリアです。ゆめかです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、じゃあ今日の企画はおすすめのお菓子紹介です。イエーイ。今から一人ずつ姫子から順番に自分のお気に入りのお菓子を3つ持ってきたので、それを1つずつ紹介していきたいと思います。はい、じゃあどうぞ。はい、1つ目はこれなんですけど、セブンのやつ。これがちょっとなんかしょっぱいっていうか、ちょっと辛いみたいな。それで中にチーズが入ってて、お父さんがなんかビールとかで一緒に飲めて、めっちゃ美味しかった。本当になんかサクトロみたいな。あ、ちょっとサクトロ中はだろ。それ味付けがマジ好みだ。すごい美味しそう。食べてみる。あ、食べよう。食べよう。サクトロ気になるよ ね。あ、すごいいい匂いです。あ、チーズに、はい、どうぞ匂ってください。すごいなんかチーズの匂いがします。じゃあいただきます。うん、うん、なんだこれは。なんか中のチーズがトロトロしてる。2つ目これなんですけど、長野県のスリガっていうスーパーだけのやつ、ドライフルーツなんですけど、私そんな別にドライフルーツがすごい好きってわけじゃないんですけど、これだけはめっちゃ好きで、本当に世界一美味しいドライフルーツだと思ってるから。やば。レモンの輪切りだからちょっと苦い。苦い。でもなんか美味しいよ。じゃあちょっとこれを試食したいと思います。はい。レモンって酸っぱいですよね。ですよね。はい。酸っぱい。酸っぱい。あの、もうレモンの香りがすごい。こんな感じでレモンの輪切りとなっています。あ、じゃあいただきます。いただきます。あ、これ皮ごと。あ、でも美味しい。あ、でも苦い。あ、ちょっと苦い。レモンって苦いんですね。でもたまにこの周りについてる砂糖の甘みが来てという感じになるな。外の皮の部分がちょっと苦い。私はその苦味とかも好き。でも美味しい、これ。はい、じゃあ一応いきますか。私の地元が富山県で、白エビが有名で、白エビせんべいっていうやつなんだけど、富山の有名なとことか、大学とかいろいろ書いてあるの。ハセミ使いますか。使いません。この新幹線の袋になっています。新幹線の駅の名前が書いてあるんですよ。食べましょう。食べましょう。いただきます。こういう風ですね。こんな感じです。おせんべいみたい。おいしい。白エビの味が結構残ってる。めっちゃ溶け、おいしい。家でも食べるし、お土産とかにもこれ持ってくし、元はいいね。ちょっとアリアの食べたいと思います。はい、私はじゃじゃん、ハエンドです。美味しそう。私はね、枝豆が大好きだから、これはめっちゃ大好きでいつも食べてます。はい、1個目はこれです。こんな感じですね。めっちゃもうサヤエンドウを乾燥させたみたいな形してる。でで、どうぞ。どうも。どうぞ。どうも。どうぞ。あ、いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。さっぱりしてくる。なんかふわふわな食感というか、あ、後からめっちゃ豆の感じくる。2個目いきます。ありがとうございます。これです。リングポッププチストロベリー味です。夢をみたいな。そう、これ大好き。それはね、アメリカの時から好きで、日本でもいつも買ってます。こんな感じになっています。飴？飴です。いろんな味があるんですよ、コーラとか。はい、で3個目はじゃるん、私の大好きなコロロ。いろんな味あるんですけど、一番好きなのがマスカットです。まあ、これはね、グミです。開きます。食感がめっちゃ好き。いただきます。いただきます。グミは最高だね。なんかトロトロトロ、こんな感じなんですけど、なんか透明の皮みたいなのに包められているトロトロのグミです。美味しい。はい、じゃあ私の好きなお菓子1つ目、これくまちゃんグミです。美味しいよね。私が一番好きなのはこの透明のパイナップル味なんですけどね。ちょっと硬いよね。そうだね。じゃあちょっと開けてみましょう。ハリボー大好き。開きました。いただきます。安定の味。これもね、たまに普通持ってきたりするんですけど。あ、じゃあ2個目いきますか。2個目はですね、このプチミクチュミンチュです。これはですね、中身の味は変わんないんですけど、とりあえずカラフルで、蓋の色がピンクと黄緑持ってるんですけど、あともう一色水色があって、はい、あ、これも食べてみましょう。ちなみに5ミリください。こう笛なるでしょ。えー、なんかかすれと音が鳴るんですよ。これはですね、駄菓子屋さんで私は毎回買いますよ。いただきます。いただきます。うん、ラムネ。なんかラムネめっちゃ好きなんですよ。あります。
本当止まんない。3つ目は玄米です。玄米と聞くと皆さんはお米を想像すると思うんですけど、これはですね甘いんですよ。あのお菓子を我慢してる時とかにこれを食べて我慢してます。あとヘルシーだし胃もたれしないし、ほんのり甘い、あとプラス牛乳かけてシリアルにしてたらもう食べれると思うんですけど、やったことなくて私はもうそのまま食べるのがおすすめです。これめっちゃ美味しいです。そう、じゃあ食べていきましょう。いただきます。いただきます。美味しい。この味なんかポップコーンの和風みたいな。何それこれめっちゃ美味しい。大好き。美味しさを共感してもらえると嬉しいからみんなに買ってほしいね。結構定期的に買ってるものを紹介した。私のお気に入りは玄米と指輪ですね。なんか指輪は独特じゃない食べ方が、覚えて食べるって。玄米はなんかもう米って感じがした。とにかくもうインパクトがすごい。そんな感じです。ありがとうございます。これね、私がこの中で好きなやつはまず玄米であと、ひめかの持ってきたのこのスロエビのやつがめっちゃ美味しかった。はい、私の気になったものはアリアのコロロと、あとひめかの白エビです。なんかね、コロロは本当に新食感、本当に卵を食べてるみたいな感じで、全部美味しかった。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。